はいどうも、スペースサクです。今回は、ワンフェスで購入した最後のものになります。最後って、そんだけしか買ってんのかって思われたらちょっと申し訳ないですけど、もともとちょっと予算きつかったんで、はい。その中で、視聴者さんのおいたまさんのご好意のおかげで、手に入れられたものが出ます。はい。売ってるところで作家さんに聞いたら40分から1時間ぐらいでもうなくなっちゃったんじゃないかなっていう限定20個の作品、実はこちら、ダダン、真っ暗よ。もう箱も最高じゃないですか。このレジンキットって大体こういった箱に入ってるんですよね。でこの澄ました顔、まるで野沢雅子さんを彷彿とさせるこの髪型じゃあ開けていきますね。オープン、ゲット。あ、組み立てな感じや。マジで？マジで？マジかー。こういった部品が必要になってくるんですよ。僕今開けたばっかりなんで部品ないっすわ。ってことで後日お伝えします。というわけでボクサーに行ってきました。でね、この説明書にあるものを買ってきました。まずはこの真鍮線っていうか金属棒、これが何ミリだったかな、1ミリの金属棒、金属線っていうかね。はい。で、穴を開けるためのピンバイス、で、こういったクリアのものですね。このヘッドライトに当たる部分、それなのかなと思ってます。で、こういったボールジョイント。で、あと一つ、このイエローサブマリンの関節技ミニ。これがね、欠品してたんですよ。で、ボックス本社さんに行ってきたんですけど、この関節技ミニっていう、その球体関節、これに関して、今、だいぶ欠品してると。でね、メーカーさん自体も、多分持ってないんじゃないかなっていう感じで、基本メーカーさんが持ってたら、こういったものいります、入れますかみたいな感じで、発注書っていうか、そういうのがボークスさんとかそういう店舗さんに回ってくるらしいんですけど、ちょっとしばらく回ってきてないのでなかなかないのかな。もともとその球体関節っていう需要があんまりないので、こういう可動レジンっていうこと自体がまずそもそも論でそんなにないと。っていうので、
需要が少ないのであんまり作られていないっていうことをお聞きしました。で、ついでなんで、このクリアのサーフェーサー、いわゆる下地のものですね、これも買ってきました。これなんで買ったかっていうと、結局これ僕初めて塗りましたよね。その時に何も塗らずに塗ったんですけど、ノリが悪いっていうのでどん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 濃くなってこういう感じになっちゃったんですけど、それなんでかって言ったらやっぱり下地がないからじゃないかっていうふうにお話されてて、じゃあ、まあ、こっち作る時もやっぱり色もし塗るんであれば下地が必要だと。で、こっちでも下地が必要っていうか、レジンっていうのは基本下地塗るのが前提のものだっていうふうに僕さんの方がおっしゃってたので、とりあえず買ってみました、はい、という感じで、あの完成はちょっとまだまだ先になりますが、これでおしまいやったらちょっとあれなんで、せっかくなんで、あのワンフェスのところでさっくんと一緒に撮影してさせていただきましたので、ご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、いい感じのサイズやったと思います。これ結構実寸大に近いんかなっていうサイズ感やったと思います。はい、まあちょっといつ作るかちょっとまだわかんないですけど、まあ物がないだけにちょっと先にはなりますが、またその時完成したらお見せしたいと思ってます。で、このワンフェスでの購入品として今回がこれで最後となるんですが、ちょっと番外編として次回にちょっととてつもなくすごいものが送られてきて、私にあの頂戴したいのでいただきましたので、それをまた次回にお伝えしようと思ってます。それじゃあありがとうございました。スペースさあ